んにちは、ゆいチャンネルです。もう3月に突入しちゃいましたね。今週のゆいチャンネルはなんと一人ぼっちでお届けします。でもちょっと朗読会しようかな。はい、それでは金曜日から、お届けします。金曜日は医師の卓球さんレジデントパーティーしてるねのなんとじゃん15周年アニバーサリーパーティーとなります。でゲストなんですが、卓球さんの盟友としても知られるドイツの国民的な人気 DJ ウェスバーンです。ウームに久しぶりに登場します。ウェスバムなんですけど、昨年末自伝となる夜の力をリリースしました。そうで、実は今日現物あります。こんな分厚いんです。すごいですよね。はい、ちょっとじゃあ朗読してみたいと思います。我が輩は猫であるじゃなくて、中はねお伝えできないので、ちょっと帯の分だけ読みたいんですけど、ぜひ日本語訳で読みたかったんで出版社に話を持ってきました。案の定スーパー面白い。 ETM、Not EDM 医師の卓球といってね、卓球さん あのコメント付きの帯があります。はい、で、こちらの本なんですけど、読みたい方に朗報です。こちら、パーティー後になりますが、ウェストバムのサイン入りの、なんとサイン入りです、夜の力を5名様にプレゼントする予定です。応募方法は UM のウェブなので後日アップするので、お楽しみに、よくチェックしてください。また、3月2日にの木曜日、21時より、ウカさんのドミューンにウエストバムと、あとオープニングを務める、この日にオープニングを務めるサンシーカーさんが登場します。ぜひ現場に来てください。私もちょっとこう覗きに行こうと思ってます。はい、行けない方はドミューンで見てください、ウェブで見てください。では15周年のアニバーサリー一緒にお祝いしましょう。はい、続きましてこちらです。土曜日は、はい、ドラムベースパーティー 06S です。フューチャリングザ・プロトタイプスです。前回の来日ではこの2人組なんですけど、デュオなんですけど、1人しか登場しなかったんですが、なんと今回は2人で登場します。で、2月にリリースされた、エレクトリックが、ビートポートチャートのなんと1位に輝いたそうで、現在最も勢いのある人気デュオと言われています。レジデントの DJ アクさんはもちろんのこと、ワイマサ君も、登場します。ドラムベースファンだけでなく、最近ちょっとベースミュージックもいいなって思ってる、そこのあなた、ぜひこちら遊びに来てください。はい、今日もそれでおしまいかないことはないと思うので、今週末もウームでお待ちしております。お会いしましょうかな。